朝鮮半島では7世紀の後半に唐が新羅と連合して百済を、ついで高句麗を滅ぼしましたが、間もなく新羅は唐の勢力を退けて半島の大部分を支配しました。新羅の都は慶州にありました。高句麗の滅亡後、その一族は北方に逃れて渤海を建てます。10世紀になると王権が新羅に代わって高麗を建て、海上を都として半島を統一します。しかし、元の侵入を受けると、高麗はその属国となりました。高麗の文化として注目すべきは、木版や世界最古といわれる金属活字などによる印刷技術と製陶です。それぞれ、高麗版大蔵経、高麗青磁が名高いですね。中国で明が成立した頃、倭寇が朝鮮半島に出没しました。倭寇を破って名を挙げた李成桂が高麗を倒して李氏朝鮮を建て、咸陽を都に置きます。李氏朝鮮は明の制度を取り入れて国家の体制を整えました。その後、李氏朝鮮はヤンバンと呼ばれる官僚たちの構想や16世紀末の日本の侵入を経て、17世紀前半に本泰寺率いる秦の攻撃を受けてこれに服属しました。